チャオ、あちゃんです。今日はね、10月の28日、あっちゃんの朝ごはんはリンゴでアップルパイトースト作ります。リンゴね、この前どっかで買ってきて、安かったからね、いっぱい入ってね、頑張って値段忘れてめっちゃ安かったね。おこれをね、薄切りしていきます。爪をこれをね、並べていきます。こんな感じで、蜂蜜がね、世界遺産シュンドルボンの純粋蜂蜜、バングラディッシュの、ね、世界遺産の蜂蜜。ちょっとね、寒いからね、出が悪いかも。あんまりやると甘い。よいしょ。今日ちょっとね、甘々な気分ね、甘々やんって言われてるね。で、ここにね、この前ね、ちょっと前に買ってきてやった。シナモン。よいしょ。よいしょ。よし。負けないね。あのね、ネイルしてるとね、爪がね、バツくなるからね、いろいろこういうところはね、ちょっとやりにくいのね。で、どうしようかな。ここにね、ちょっと気になるかな。ちょっとやってみたかったんけど、チーズをね、のせます。で、シナモン。いい香り。これで焼いていきます。トマトジュース。では食べましょうか。はい、焼けました。アップルパイじゃなくアップルパン。はい。では食べましょう。いただきます。あ、これね。甘に湯かけてくの忘れて、甘に湯をしょかけていただきます。甘に湯体にいいからね、一日ちょっとずつ食べるようにしてるけどね。はい、ではいただきます。おいしい。あのね、リンゴの酸味と甘み、シナモンと蜂蜜がね、まだあってね、すごいおいしい。髪の毛食べた。前髪食べた。前髪見てきたな。聞いたいな。カットいきたいね。宿毛するかな。なんかちょっとゴージャス系にパーマ当てようかな。こうやってんの。あ、シナモンが合うね。おいしいね。雑穀バーのコクがまたおいしい。
ちょっと用事やってね、お父ちゃんとお母ちゃんと、お父ちゃんに用事やって、迎え来てた、お母ちゃんもちょっとデイケアも休みやって、おって喋っとってなんかいろいろ昔の話とかしとってね、ね、とって雑穀パンでやった言ったらめっちゃ美味しかった、ね、喜んでる、ありがとね、すごいもう美味しいわ言って塩食べたらまだって言うからもうあかん塩ほかすならあかん言ったやろ言ったまだもっと凍っとるからもったいないとかあかんもほかすでって言ってなくなったらまだ持ってくるからあかん塩使いねえどうじゃん遠慮しで言わへんこっそり言って残量見て追加しといたらまあ2、3ヶ月いけると思うけどねヘッドラスのことで火を制限されてる火を減らしと火も醤油も減らしても醤油だぶだぶ昔は、うん、刺身食べとんのか醤油飲んどんのかわからんぐらい醤油かけとったそんな醤油いらやるぐらい醤油つことった人やのに醤油なんか減らしとるか味気ないまいとったからやぶやぶつこうてへんでこの醤油はうんと昔には醤油ないじゃん懐かしいわうまいわありとったけどほんとねあっちゃん投げちゃうとうちの家族は昔からパン食やねんだからパンやっぱうまいなーちょっと、チーズも合うよ美味しいおいしいねリンゴな、なんでリンゴにも作ろうかなジュースにして煮詰めたらドロッとなるのかな僕は細かく切ってあらそうやん、あれしたいねあのおろしたいねすりおろしたいねほら繊維残るしねどうしようめちゃくちゃ美味しいよだからね甘い系の何かかと思ったのフルーツ系なのね甘いのって見たかった、美味しいわ。あのね、あのシュンドルボンの蜂蜜は甘すぎひんのよ。うん。安いね。このボトルで700円ぐらいって蜂蜜高いでしょ。うん。で世界遺産なんとかの森って言われてるね。あとシュンドルボン公園。美しい森って言われてるこの
ね、すごいなんか環境のいいところやね。だからそういうところで採れた蜂蜜、ライチと何だっけな、なんかね、何やったかな、変わったかね。で、上から取れた蜂蜜らしくてね、うん、で甘みはね、アカシア蜂蜜とかよりちょっと控えめで、ちょっとね、苦味っていうのかな、なんかそういうのが苦味っていうのがちょっとね、癖、まあ癖があるわけじゃないけど、めちゃくちゃ甘い蜂蜜じゃないのね。で、使いやすいかな。まあ量もたっぷり入ってるしね。ね、これからね、ホットのコーヒーとかホットの紅茶とか飲むときにね、やっぱりあっちゃんストレートやね。なあ、ごめんごめん。ブラックやねん、コーヒー。ねんけど、時々甘いのが飲みたくなったりね。ね、ミルキー系にしたら甘く欲しいとか、ちょっとなんていうのかな。野菜茶はフレッシュジュース、バナナとか飲みたい時に、甘みが足らん時めったにないんだけど、大体もう完熟して作るんだけど、見切り品買うてってね。だから、甘みをね、足したい時ってね、蜂蜜を使うのね。だから蜂蜜結構ジャブジャブ使う方やから、あと口内炎できた時とか蜂蜜口入れる。蜂蜜って鼻の蜜やから甘みはあるけど虫歯にならへん。逆に抗菌作用があって、虫歯に塗っといたら虫歯がね、菌がなくなるっていうぐらいいいねんね。特にマヌカハニーはいいねんけど、ごめんごめん、腰が痒いね。マヌカハニーはいいねんけど、ね、絶対蜂蜜を使うのってすごいいいかなと思って、うん、それみんなに報告があんねん。ね、このパジャマね、 L やねんけどもね、 L のね、ズボンがね、ずり落ちんの。そう、朝からね、お尻半分出るぐらいずり落ちんのよ。なんか踊ってたらね、天のうずめの御事みたいにね、ズボンがずり落ちてくんのね。そうです、痩せたんです、ちょっとだけ、うん、で喜んで体重計乗ってんけど、62のままやって。体重は減ってないんだけど、ね、ちょっと腰回りが落ちたみたいで、 L のズボンがずり落ちるようになりました。やっぱりね、体重はどうでもええの。体重なんて人に見せるもんじゃないから。で、あっちゃんはね、ちょっとぽっちゃり系になりたいねんね。ぽっちゃりちゃんになりたいねんけど、顔とかって、顔とね、おっぱいはぽっちゃりの方が絶対に女性っぽいでいいでしょ。でも、お腹が出てたらね、おばはんになるでしょ。おばはんじゃなく、13歳のレイディ、あっちゃんやからね。13歳のレイディは、やっぱり腰がキュッてくびれてなかったらあかんから、腰がキュッてくびれたいのになと思って、ちょっとね、お腹に、あっちゃんね、運動嫌いやからね、こうやって動画してるでしょ、肩こんのよ。肩こるから、ちょっと、みんな、内緒やで、裏技やで、内緒やで、みんな押してあかんで。腰をね、ギュッてお腹に力入れるの。ギュッて、で、あんまり力入れたらうんこ出るから、うんこ出したらあかんね。ギュッて、肛門はギュッて締めて、腰をギュッとこうやって、ギュッて肩こり、肩甲骨をギュッて締めるの。それで、お腹に力を入れて、こっちにいねんの。で、またこっちにいねんの。で、また今度は肩甲骨を緩めてこっちにいねんの。これをね、やってると肩こりが取れんねん。と同時にお腹、腹筋にテンションかかるから、腹筋がね、ちょっとね、頑張って夕方になるとお腹が痛いねん。ってことは、そう、お腹の脂肪を燃やしてくれね。内緒やで、みんなに言ったらあかんね。こんな簡単にお腹へこまそう、みんなに言ったらあかんね。これね、元うちのキャンギャルの受付嬢の女の子が言ってたのをふっと思い出して、仕事中ね、受付嬢ってこうカウンターのとこに座って、高い、なんていうのかな、ショットバーみたいな椅子に座ってね、こうやって一日姿勢を伸ばしてね、で一日受付嬢のとこ座ってんだけど、その時にね、暇やからお腹にキュッて力入れて、お腹に力入れて、うってやって寝て、時々ね、眉間にしわが寝て、うって。受付嬢は何怖い顔してんのっつってお客さんに言われるらしいねんけどね。っていうことは、ね、それしてたらね、お腹がいく。要はお腹はね、お腹さん今使ってるよ、筋肉もせんで、中山筋肉やな、俺の前腕二頭筋頑張れ、二頭筋って言ったら二頭筋が頑張んねんって言ってたと一緒で、
あのダンベル持ってね、1、2、1、3ってやっても筋肉使えへんねん。ここに集中して1、2、3ってやったら、ここに集中したらここの筋肉で、三角筋ってやったら三角筋に、三角筋頑張れ、三角筋頑張れって言ったら三角筋頑張んね。これ一回自分でやってみて、前腕に力だから同じこの動きをしてね。で前腕頑張れって言ったら前腕が力つくね、力筋肉痛なんねんね。で二頭筋頑張って、二頭筋って言ったら二頭筋が痛くなってくる、ね、だからお腹も腹筋もキュッて腹筋したらへこむ、ね、それをね数日前からね、ここで編集して肩こりがひどいから、ここで肩こりこうやって回しながら、肩甲骨剥がしって肩甲骨をねこうギューってやって、ギューってやって、こうやって肩甲骨やると肩こりがマシなんだけど、それをやりながらひねったらもっとさらにねここの筋が伸びるからいいねんけど、それやるときに腹筋に力を入れてってやってたら L のズボンがずり落ちるようになりました。みんなには内緒ということでね、プチあっちゃんのエクササイズでした。ではまたね、バイバイ。チャオ。今日はあっちゃんの朝ごはん、アップルパン、アップルパイじゃなくアップルパン、いかがでしょう。めっちゃ美味しかった。これはね、美味しかったよ。アップルパイ、雑穀パンのうまみと、これね白パンでやったらまた違うのかも分からんけど、雑穀パンやとね雑穀のうまみがあるからすごい美味しかった。でリンゴのねシャキシャキシャキってすると、シャキってした時にあったかいからジュワって出てくるリンゴの果汁と、シナモンと蜂蜜の甘み、そこにチーズの塩味、それがまあ、ね、これはすごい美味しいです。でチーズを入れへんかったらただ単に甘いアップルパイみたいなんだけど、チーズ乗せることによって朝ごはんに最適、口の中が甘みとしょっぱみが混ざって、ね、すごい美味しいパンです。これ結構あっちゃんの中で当たりかもわからへん。これでもね、マヨ乗せる、マヨを引いてリンゴ乗せて、蜂蜜シナモンでチーズ乗せるとね、結構ね惣菜パンになるかもわからへん。惣菜パンっていうかおやつパンじゃなくね惣菜パンになるかもわからへん。でそんなこと一切せずに、ほんまにリンゴと蜂蜜とシナモンだけでアップルパイみたいに、デザートパンになるかもわからへん。これありやと思います。美味しかったです。ごちそうさまでした。ということで今日のあっちゃんの朝ごはん、この辺で終わりしたいと思います。ではまたね、今日も一日いい日でありますように。Hehehe